い、どうぞ。はい、でこちらはゲームウォッチですね。これ自分の青年以前の、そうだよ、全く分かる。あー、ゲームウォッチって、あ、そうだよ、ゲームアンドウォッチ、まあ自分のイメージとしてはこういった、うん、LSI ゲーム全としたカット的なやつを想像してるんですけど、ウォッチっていうかにはこういった形が初期の製品だったんですよ。ああ、きっとそうなんだろうね。任天堂ゲームウォッチって書いてるもんね。ああ、こういうのもあったんだ。うん、でも違う、これスターフォックスとかあるから結構わかる。あ、後のやつ。多分ね、これ多分別で出たんだろうね。初期というよりは別で出たっぽいよね。あるいはもう LSI ゲーム的な、ゲームウォッチがアメリカではこういう形でシリーズが進んでたかもわかります。すごい。これはファイナルファイトガイ。あー、あったあった。これはパッケージです。パッケージだ、あったあった、ほらこっちにある。日本輸入版ってことなんですか。あ、そっか、ファイナルファイトガイ、日本版をアメリカに輸入したバージョンとか。そっか、まあ、日本語書いてある。カセットはネスかな、これは。まあネスだね。はい、でこれは64のコントローラー、何か特別なバージョンのコントローラーを並べてます。あ、ゴールデンアイ、ミレニアム、ドンキーコング65。おー、特別バージョンの、はい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 。まあ、結構この世代のゲームハードは特別なコントローラーが出してました。なるほどね。こっち何ですかね。これジェネシス用ソフトですけど、ちょっと分かんないね。何ですか。オートバック、アウトバック上位、上位、ごめんなさい、分かりません。パーソナルトレーラーっていうのは一種、なんかウィーフィット的な運動ゲームなんですよ。そう、なんだこれ、ゼルダ、グランツーリスモ、トミカですね。あ、トミカでグランツーリスモ、はいはい、あったんですね。すごいね、あ、こういうのもあるんだ。でこれはなんかやばい顔してますけど、リンクですね。リンクだね、本当だ。これもしかしたら CDI 用に発売された、ゼルダの伝説用のアニメーションのセルかもしれません。あ、よくわかります、ね。やっぱりね、トーンが違うよね。これがスト2だね。ガイルと。これはアメリカ用ガイルとなんか、テレビアニメのやつですかね。ガイル、ブランカ。これセル？かなりセルですね。セル。絵がかなりやばい感じですけど。ね。アメリカンなカートゥーン。そしてまたこれがわからない。これは何ですかね。ドラゴンズレア、ドラゴンズレアのアニメとかあったんですか。やっぱいろいろあるね。下のゲームソフト行きましょうか。パンチアウト、ゴールドカートリッジ。ゴールドカートリッジってレアものですけど、パンチアウトとゴールドってどのくらいのレアなのか。ね、あ、ゴールドカートリッジでパンチアウトあったんだ。なるほどね。で、スターフォックスと。まあ、FX チップを積んだ、まあ、3D な感じのゲームでした。No。そしてこっちは、あ、攻略本、ドラキュラ。じゃあこれは MSX。 あ、これもじゃねえ、 MSX 版か。でこっちの方にはメタルギア、ソリッドじゃないです、メタルギアです。あ、懐かしい懐かしい、あったあった、メタルギア MSX、 あ、 M2 版ね。MSX2 プラスとか懐かしいよね。ここら辺だ、このロゴ。この時期のコナミは特に好きな人多いじゃないですか。ね、多いよね。で、これがゲームのカートリッジと、ドラキュラとメタルギアですね。で、またこれがよくわかんないんで、このセル。なんか、ビデオゲームアニメイテッドシリーズセル。何かのゲーム化されたやつみたいですけど、日本人にとってはかなり馴染みのない感じ。なかなか難しい。そして来ました。これはゾークですね。ゾーク、そう、一種のテキストアドベンチャーだった。ああ、はいはいはい、はい、化け物から逃げる的なやつだったかな。あ、テーブルトーク的な、ボードゲーム的なやつ。そんな感じ。はいはいはい。これは何だろう、なんか経路図、あ、マップですかね、これ。なるほど、なるほど、なるほど。テーブル上ではテキストだけなんで、デジタル的なマップを別にあってます。これはドンキーコングの何ですかね、これ。カントリーって書いてる。カントリーか、SNES、スーパーネス、スーパーファミコン用のやつ。ドンキーコングカントリー。スーパードンキーコングが、アメリカ版ツイートだとドンキーコングカントリー。おー、なるほどね。私なんかこっちの方に怪しいロムがありますけど。怪しいですね。スーパーマリオブラザーズ3と書いてる。スマートボーイ。ちょっとよくスマートボーイ、何でしょうね。わかんねえな、この辺りは。任天堂ワールドチャンピオンシップ、これは大会用のログでしょうかね。おー、なるほどね。で最後上は、これは
パッケージってこっちは。ん？こっちはパッケージっぽいです、ね。あ、パッケージね。なんでしょうね、これ。ちょっと我々には分かんないね。あ、こっちはなんかロゴがいっぱいある。いろんな。これはあのアプリケですね。アプリケ。ゲームのアプリケが。アメリカ人アプリケ好きですから、ゲームのやつ結構昔はあったみたいな。あ、そうなんだ。フロッカーとかザクソンとか、ドッキーコング、ギャラクシア、うん、アプリケ集みたいな感じね。おお、いっぱいいろんな種類あるね。すごいね。結構新しいのもあります。ミーです。本当だ、まあ、いろいろ出てるんだね。でこのアメリカ文化の感じですね。アメリカ文化ね。そうですよ。お隣もアプリケだね。アクティビジョンのやつが多いのかな。日本人にとってあまり馴染みのないタイトルばかりです、ね。アクティビジョンのやつね。